ヘンリー・レアマンは、オーストリア・ハンガリー帝国出身の、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家及びプロデューサー。レアマンは二つの点で、映画史にその名を留めている。一つは、キーストン社の映画監督として、後の喜劇王、チャールズ・チャップリンの初期作品の監督を務めたこと。もう一つは、ファッティロス・コアーバックルの俳優人生に事実上の、 ピリオドを打った、強姦殺人事件の証人としてである。ヘンリー・レアマンは1886年3月30日、オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンで生まれる。19歳の時に、アメリカに移民として渡り、路面電車の車掌をしていたが、映画監督、D.W. グリフィスと面会の上で1909年に、バイオグラフ社から俳優としてデビューする。グリフィスと面会した際、 レアマンは自分はヨーロッパからやってきたものでパテで映画監督をしていたと売り込む。もちろんこれは真っ赤な嘘で即座にグリフィスに嘘を見破られたもののグリフィスは逆にレアマンを気に入って嘘に由来するパテとの相性を与えマック・セネットのもとに送り込んだ。バイオグラフ社で1910年に喜劇部門の主任となったセネットは2年後の1912年夏に メイベル・ノーマンドやフレッド・メイスラを引き連れてキーストン社を設立しロサンゼルス近郊イーデンレールにスタジオを建設して自前の映画作りを始めることとなった。レアマンもついていき間もなくキーストン・コップスが繰り広げる追いかけっこを主軸としたスラップスティックコメディ映画が当たったことでセネットだけでは撮影ユニットが足りなくなり1913年に入ってレアマンを主任とする 第2撮影ユニットが作られることとなった。第2撮影ユニットが作られたのと同じ1913年、キーストン社は肥満で人気を博していたメイスが退社したため、その穴を早急に埋めるべくフレッドカーのお劇団の一員でアメリカを巡業中のチャップリンをスカウトして、キーストン社に迎え入れた。チャップリンはレアマンのユニットに加えられて映画デビュー作。 成功争いから仕事を共にしたが、思いつくギャグをあらん限りに注ぎ込む新人チャップリンを、レアマンは認めず、周囲に頭がおかしいという意味のことを言いふらした上に、注ぎ込んだギャグを切り刻み、チャップリンを愕然させた。成功争い以降も、しばらくの間レアマンと組むこととなったチャップリンは、納得がいかず意見を試みるも、その度にレアマンは笑って、チャップリンに次のようなことを言った。 それね、舞台でなら面白いかもしれんが、映画じゃ、とてもそんな暇なんてないよ。こっちは絶えず動いてなくちゃいかん。チャップリンは、このようなレアマンの姿勢に、めちゃくちゃ倫理の繰り返しと疑念を抱くようになった。レアマンとチャップリンの圧力は、セネットの知るところとなり、夕立の制作後に、コンビは解消された。その後、チャップリンは契約更新時のこじれから、 キーストン社を去ることとなって、週1250ドルのギャラと1万ドルのボオーナスを提示してきたエッサネー社に移籍することとなった。これと相前後して、レアマンもまた、キーストン社を去って独立することとなった。広告1915年、レアマンはユニバーサル社と提携して2巻もの喜劇を専門に制作するエルコ社を設立。エルコとは、レアマン、 ノックアウトという一種自虐的な意味であった。しかし、エル・コシャでの作品は、キーストーン映画のアリューとみなされてパッとせず、1917年には、ユニバーサル社との契約を打ち切って、フォックスフィルムと新たに提携。1920年には、提携先をファーストナショナルに再変更し、フォックスフィルムとファーストナショナルの配給によるサンシャインコメディと銘打った。 作品群を生み出すこととなった。レアマンがサンシャインコメディシリーズで起用した女優の一人にニューヨーク出身の人物がいた。この人物、バージニア・ラッペはやがてレアマンと恋愛関係に落ちることとなる。ところが、ラッペは1921年9月5日にサンフランシスコで開かれたファッティ・アーバックル主催のパーティーに参加した後体の変調を訴え、 4日後の9月9日に暴行破裂に近する腹膜炎で死亡した。レアマンは恋人の死を電報と新聞で知って愕然とした。悲しみに暮れるレアマンはラッペをハリウッド記念公園墓地に埋葬する手続きを終えた。後、ラッペに近い関係者の一人として事情聴取を受けた。事件当時レアマンはパーティーの会場におらず、 サンフランシスコから人捨てに聞いた情報と前置きした上で次のように語った。私は彼女を殺したのはアーバックルであると信じている。彼女の死が何を意味しているかは私は知っているので多くは望まないが願わくば法による正義の裁きがアーバックルに下って彼を処罰することを切に願う。話を聞いたとき私は アーバックルを憎んで我が手で復讐をしてやろうと思ったぐらいであった。私とアーバックルは旧知の間柄であったが、彼は多くのことに無知であり、また女子更衣室に入り込むことがあったので外につまみ出すなどをした。彼は高級鳥となったが、コカインやアヘンに手を出して乱交パーティーも開いていたようであった。幸い、私はその手のパーティーには参加したことがなかったが、 乱行パーティーに参加していた人物は映画界から放り出さなければならないだろう。ラッペやその友人はまともであったが、私は彼女らが毒画にかかったものと信じている。このように語ったレアマンが実際にどのような情報を得ていたのか、またレアマンの証言が裁判に与えた影響などについては定かではない。一つ言えるのは、 アーバックルは、ラッペをレープして殺した犯人として起訴され、無罪評決が下されたものの映画界からは、事実上追放されることとなった。事件の真相はともかく、ラッペを失った、レアマンのショックは大きなものがあったが、やがて悲しみを乗り越えて1922年4月に、女優のジョスリン・リーと結婚。しかし、この結婚生活は2年で破綻した。 1920年代後半にかけては、レアマンのサンシャインコメディシリーズは、愛称の由来となったパテやワーナーブラザース、コロンビア映画でも配給され、1928年からは、フォックスフィルムの元に戻った。レアマンは、フォックスフィルムが20世紀映画と合併して20世紀フォックスとなった後も、1930年代半ばまで短編作品を中心に活動を続けた。 1946年11月7日、ヘンリー・レアマンは心臓発作によりハリウッドの自宅で亡くなった。60歳没。レアマンはハリウッド記念公園墓地でラッペの隣に埋葬されている。ラッペが先に行って四半世紀経ってから、レアマンとラッペはようやく一緒になることができた。ありがとうございます。